それでは今回は音についてやっていきます。音の大きい小さい、そして高い低いについてやっていきましょう。はい、こちらにですねモノコードという、ね、実験道具用意しました。はい、はい、これはね、まあ、ギターの弦みたいなものが貼ってあって、はい、こう弾くと音が出ます。うん、はい、ちょっとこれを使ってね音の性質調べていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあはい先生、はい、まあ、普通に弾いてもらっていいですか。はい、はい、こんな感じで弦がね揺れて音が出ているというのが分かりますね。はい、はい、じゃあもうちょっと強く弾いてもらっていいですか。はい、はい、さらに強く、はい、ということで、はい、音が大きくなれば大きくなるほど弦の揺れる幅が大きくなるというのが分かるかなと思います。で今この弦が張ってあるんですが、この揺れる幅、真ん中からこう幅がありますよね。これを振幅と言います。うん、まあ、揺れる幅と書く感じ で、うん、でなので今先生が言ってくれたみたいに、振幅が大きくなればなるほど音は大きくなります。で振幅が小さければ音は小さくなると。振幅によって音の大小がまず1個決まると。うん、じゃあ次は先生、工程の方をお願いします。工程の方ですね。はい、まあ、こちらに琴字というものがありますね。はい、これはギターとかされる方だったらその指を押さえる位置ですよね。そうですね、はい、はい、それをちょっと変えて、はい、音がどう変わるのか観察していきましょうか。はい、はい、じゃあまずね、こちらの位置からこの音ですね。はい、で近づけてみるとだいぶ変わりますね。はい、音が高くなりました。さらに近づけると、うん、かなり高いですね。もう高いですね。はい、まあ、弦がね短くなると、はい、触れるね速さが速くなるんですね。うん、そうすると音が高くなるということですね。つまりだから触れる速さが速いかどうかっていうのを見ればいいんですけど、はい、ちょっと難しいと思うのでこういうものを用意しました。はい、はい、これねオシロスコープと呼ばれるものです。まあ、基本ねオシロスコープっていうのは電圧、はい、まあ、電気を測るものなんですけど、うん、これマイク接続してね音とかの性質をね調べることができます。はい、はい、じゃあちょっとこれにこのオシロスコープの中に音を入力してみましょうか。はい、いきますね。じゃあまず低い音を、まあ、こんな感じで、はい、このくらいですね。はい、はい、高さ変えてみますか先生。はい、高さをじゃあ高くしてください。はい、もっといきますか。はい、もっといってみましょうか。はい、すごい細くなりましたね。はい、はい、ということで、あの波がね細かくなるのが分かったかなと思います。はい、はい、それだけ早くね弦が震えているということですね。つまり音が高い方がそのオシロスコープに出た波形が細かくなるっていうことですかね。そういうことですね。うん、はい、じゃあちょっとせっかくなんでオシロスコープあるんで、はい、あの音の大きさとかもこのオシロスコープで撮ってみましょうか。はい、じゃあまずちっちゃい音から。はい、このくらいですね。すごい、みんなから見えるかどうかちょっと怪しいですけど、うん、じゃあ細かく揺れてはいます。はい、じゃあそれを大きくすると、はい、はい、波が大きくなると。そうですね、波のこの大きさが大小に関わってくる、うん、波のその数というか細かさが工程に関わってくるっていうところですね。うんうん、はい、そこだけ押さえていただければと思います。はい、はい、こちらにですね、はい、真空にできる水槽、真空槽というものを用意しました。はい、この中で音はどう伝わっていくのか実験したいと思います。はい、お願いします。うん、ね、音って不思議ですよね。そうですね。なんかその表情はこうなんかね、はい、言葉とかね伝わってますけど、はい、ね、もし宇宙に行ったらどうなるのかっていうね。なるほど、なるほど。こちらのあの目覚まし時計使って実験していきましょうか。はい、はい、目覚まし時計を鳴らして、はい、はい、ここにですね、水槽に蓋をします。はい、でここにですね真空ポンプというものがありまして、はい、これで中の空気を抜いて真空にします。はい、はい、そうするとこの目覚まし時計の音はどうなるのかちょっと観察しましょうか。わかりました。はい、まず鳴らしますねこれを。はい、お願いします。あ、セットしない。ああ、来た。結構ですね。結構うるさいですね。あの見てる皆さん大丈夫かな。はい、でもこれですね蓋するとね少しだけもうね小さくなるまずね。はい、ああ本当だ。でもまだ音は聞こえてますね。まあ、聞こえますね。はい、はい、じゃあここから真空にしていきます。はい、スイッチオン。ちょっとねポンプの音がね。そうですね、モーター音なんですけど。でもここにいると明らかに小さくなっていってるのが分かりますよね。うん、さあ中の空気はねどんどん抜けていってます。
まだちょっと聞こえるぐらいですかね。おお、強いこの目覚まし時計、まあ、かなり大きかったですからね。そうですよね、鳴らしてびっくりしましたもんさっきね。はいはいはい。あれでもあれ聞こえてなくないですかもう、ね、結構真空になってますね。あ、なってますか。ちょっとじゃあ、はい、蓋を閉めて、はい、ちょっとポンプうるさいに止めますね。はい、確かに鳴らしてますもんね、やつは頑張ってますもんね。ね、はい、どう音、あ、止まった。嘘嘘、時計が止まっちゃった。そんなことある。アラームが勝手に止まったってことですか。アラーム時間終わったんですかね。そういうこと。ちょっとね、鳴らしますよ。スイッチオン。よし、さあ今度こそ、今度こそ。実験は失敗はつきものですからね。はい、そうですね。さあどうなるか。はい、ということでポンプ止めました。はい、おお、聞こえてないですね。全くね、聞こえてないですね、はい。ちょっとじゃあ空気入れていきましょうか、はい、真空状態だと音が聞こえないんですが、空気を入れていくと、あ、徐々に、あ、来ましたね。おお、鳴ってましたね。ということで、はい、やっぱり音を伝えるのには空気がとても大切っていうことが分かりましたね。もはや空気がないと音は伝わらないんですか先生。そういうことですね、はい、空気がちょっとでも薄いとほとんど聞こえなかったですもんね。そうですね、うん、こちらに、ね、音叉というものを用意しました。こちらね、あの叩くと音が出るね、まあ、実験器具ですからね、はいはい。で、今こちらとこちらは同じ音、 440Hz ですね、はい、Hz は単位ですね。そうですね、はい、振動数の単位ですね、はい、440というのは1秒間に440回振動するということですね、はい、でこちらちょっと違う音の高さの音叉です。うん、はい、音叉で違うんですよね、音の高さが。そうですね、同じように見えますけど違うと、うん、だからこっち2つが一緒でこっち2つが一緒になってます。ではちょっとこちらの一つを叩いてみましょう、はい、いきます。でこれを止めます。そうするとこちらから出るんですよね、音が出ています。はい、おー、はい、止まった。でもこっちは鳴ってなかったですよね。じゃあちょっと押さえてみましょうか。もう一回やってみましょうか、はい、じゃあこれ、あ、止まりますね、はい、ということでこちらには共鳴してないということですね。同じ高さのものしか共鳴をしない、そういうことですね、はい。まあ、これを、まあ、片方叩くともう一つの方も鳴り続ける、鳴ることを共鳴って言いますね、はいはい。じゃあちょっと逆やってみますか。こっち叩いてみます。こっち行きますね、はい。で、まあ、こっちはこっちだけでしか共鳴しないし、こっちはこっちだけでしか共鳴しないということですね、はい。ではこれもですね、はい、音の波、はい、オシロスコープで見てみましょうか、はいはい。ちょっと次はですね、音の比較を見たいので、はい、こちら音センサーというものをちょっと使ってみましょうか、はい。同じくね、オシロスコープと同じようにこう波が出ますので、はい、音叉を叩いてください。いきます。はい、お、綺麗な波が出ていますね。すごい、はいはい。こちらがこの音叉の波形ですね、はい。せっかくならじゃあもっと大きく叩いてみましょうか。強く叩いてもらいましょうか。どうなるのか。はい、いますね、はい。あ、お、はい。ということでこちらのね、普通に叩いた場合と強く叩いた場合、2つの波形が出たので比べてみると。ということでね、強く叩くと振幅が大きくなるっていうのが分かりますね。そうですね。はい、では。はい、なんかすごいのがこちらですね、小さいので、はい、まあ、軽いから早く揺れるんですよ。だからあの音が高いんですね。あ、高いんですね、はいはい。高い音の音叉用意しました、はい。こちらのね、音叉の波形見てみましょう、はい。じゃあいきますね、はい。おお、いいですね、はい。おお、すごい。ではさっきのものと並べてみると、はいはい、ということで、明らかに振動数が違いますね。ね、波の数が。
明らかに振動数ね、そうですね、波の数が違いますということですね、はい、つまり波の数が多いのでこの子の方がやっぱ高いそうですね、はい、ということで振動数が多いと、音が高くなるっていうことが分かりましたね、はいはい、ということでじゃあ今回は音の大小そして工程についてやっていきました。かなり、ね、ビジュアルで見ることによって分かりやすかったと思いますので、もし、ね、学校とかで実験できない方も結構いるんですよ、機材がなくって、なので今回の動画、ね、使ってぜひ勉強にも生かしてみてください。